はい、本日はですね、ワークマンのこちらですね、最強の防水防寒ブーツケベックネオを紹介します。まず価格なんですけども、こちら税込みでですね2900円ということになっております。で、素材の方はですね、これも全てがポリエステルでできています。はい、で、保温性なんですけども、これかなりですね分厚いんですよね。厚みのあるこれ素材感になっていて、非常に暖かいんですよね。で、まあこう冷たい空気をこうシャットアウトする防風コーディング仕様で、中綿はですねこれ結構入ってるんですけど、保温性の高いボール状の中綿を内包しているということになります。で、防水についてなんですけども、通常のケベックはですね、こう下から約4センチまで防水ってことだったんですが、もうこちらは完全防水仕様ということで、もう全部が防水というふうになっていて、もう完璧ですよね。なので、この足首の部分をこうちゃんと締めればですね、もう防水に関しては完璧なんじゃないかなと思います。で、基本的にはもうズボンの裾とかも全てこの中に入れてしまった方がいいかなと思いますね。で、これ縫い目ももうないので、そこから縫い目から水が侵入するとかもありませんので、もう非常に防水には優れていると思います。もう一つのポイントが、まあ、滑らないっていうことですよね。この裏側はですね、ワークマンオリジナルの WM アイスソールということで、ガラス繊維配合で雪の上でも滑りにくい仕様となっています。この凸凹があるのもすごいいいですよね。基本的に靴の底がこう凸凹してるんですけど、突起がありますよね。まあ、僕雪国出身なんですけど、やはり滑らない靴っていうのはこの凸凹が必須になるんで、そこもちゃんと工夫されているなと思いました。で、こちらのインソールなんですけども、抗菌防臭効果があるデオプットということで、細菌の増殖を防いだり、汗などの不快さを抑えるという効果があります。要は靴の中の蒸れを軽減してくれるということですよね。まあ、それなりに分厚いインソールが入っているかなと思いますね。はい。で、カラーの方はブラックとオリーブドラブということで2色になっています。サイズの方はですね、 S から 4L までありますね。こちらがサイズ表になります。今年から 4L が追加されたようですね。まあ、今年というかこのモデルからですね。はい。自分は普段26から 26.5 ぐらいの靴を履いているんで、まあ、L か LL ぐらいを想定していたんですが、結構靴のこのね、中綿がやっぱかなり多かったりですね、あと履いている靴下も結構分厚いんで、僕の場合はなので 3L サイズにしましたね。はい。やっぱりこういった靴っていうのは実際に試着してから購入することをお勧めしますね。ということで、今日はですね、最強の防水防寒ブーツケベックネオを紹介しました。少しでも参考になれば幸いです。ありがとうございました。